バレーボールの審判員バレーボールにおいて審判員は試合の進行と判定を行うものである。バレーボール試合会場においては下記の要因を置き進行を図っている。審判員は試合の判定を行いハンドシグナルで判定内容を他者に伝える。また、主審、副審だけが試合中に推定することができる。バレーボールの主審主審はその試合の審判団と両、 チームメンバーに対し最高の権限を持つ。他審判員の下した判定が誤っていると判断した場合はオーバーコールすることができ、それが最終決定となる。また対戦チームのゲームキャプテンから判定に関する質問があった場合には説明を行う。試合中の権限は次の通り、副審が選手交代を許可する場面副審は主審の補佐を行うが、 自らの責任範囲も合わせ持つ。責任範囲以外の事柄でも主審に報告することはできる。責任範囲は次の通り、記録員は副審に協力しながら公式記録を作成する。規則に従っていないと判断した場合、ブザー等で主審、副審に合図する。サーブ順をコントロールし誤りがあった場合には、直ちにブザー等で主審、副審に合図する。 またタイムアウトとリベロを除く、プレイヤー交代を記録し、副審に通告する。アシスタントスコアラーは記録員を補佐し、リベロプレイヤーの交代を記録、コントロールする。また、記録席上の卓上特典版を使用し掲示し、他のスコアボード表示が正しいかどうか確認する。先進は40センチメートル四方の旗を使用して、次の事象を判定し、フラッグシグナルを送る。 国際バレーボール連盟公認の審判資格には下のような種類がある。日本バレーボール協会公認の審判資格には下のような種類がある。この他に都道府県協会などが公認する公認審判員資格もある。自分が取得している資格によってワッペンを胸元に着用して審判をする。2011年現在。 日本人の国際審判員は20名、永久審判員は700名ほどいる。判定員とは、バレーボールの基本技術のデータを処理して、公式記録として出すことのできる人のことを言う。判定員には、下のような資格の種類がある。判定指導員は判定員、上級判定員の指導にあたり、上級判定員は、FIVB 国際大会の技術統計の判定を、することができ。 判定員は JVA 公式国内大会の判定ができる人である。判定を行うには3人1組となり、判定をする人、パソコンに入力する人、バックアップを取る人と分かれて作業をしている。パソコンに入力するときには専用のソフトを使用している。ただし、このソフトは基本的には配布されていない。ありがとうございます。